皆さんこんにちは、こんばんは。店長のさけちゃんです。今回はこちらの焼酎、開墾畑の天狗桜のレビュー動画となります。こちらはですね、2015金星となっています。ではレビュー行ってみようと思います。まず開栓時は青臭さを感じる芋の香りです。口に含むとまとわりつくようなまろやかさを感じます。コク、甘さ、苦味、わずかな酸味があるんですが、後味は爽やかに余韻を残します。芋らしさとキレの良さのバランスが良く、僕はかなり美味しい焼酎かと思います。水割りにすると芋らしさに加えてみずみずしさもプラスされます。お湯割りにすると甘さは控えめになり、みずみずしさがアップします。白麹の芋焼酎らしいホクホクとした感じも出ます。全体的な印象からするとバランス系ですかね。でこれはですね、土地を買い取って畑を作って、最初にできた芋で作るっていうのがこの開墾畑っていう言葉の意味かと思うんですけど、まあ自社畑ですよね。で通常の天狗桜、レギュラーの天狗桜も非常に美味しいんですが、こちらも何が違うのかがいまいちちょっとわからないんですけど、ただ通常の天狗桜に比べてまろやかさが上なのかなっていう感じはあります。2015なんでやっぱり熟成期間が長いってことですかね。系統的には似たようなところはあるんですけど、ただやっぱりこれは非常に美味しいかと思います。僕はかなり好きな焼酎ですね。では今回のレビューは以上になります。ご視聴ありがとうございました。